めんどくせえオタクやなええー、そんなあさあ第87話ですねえヒーロービルボードチャート JP あ、多分エンデバーの見せ場かなんは絶対そうだと思ったあっ遊かアライアンスじゃなくて UA ね マジか <laughs> ってかあついちゃん妹いいんだなんかもう全然顔つきが違うじゃん身寄りないもんなうん意識不明だよね多分、まあ、ちさきじゃなきゃ直せないんでしょうでもちさきはいやでもえりちゃん 放出口周期があったりとかすんのそれとも普通に体の成長に合わせてこの間は暴走しただけうんまあそうだよねイレーザーがいるもんねうんうん一番監督できんのはイレーザーとデクや いやーでもよかった <laughs> もう完全パッパだなルミリオンなそうだよあじゃあ4期じゃまだ無理そうだね 来賓来来賓誰来賓誰全然分からん <laughs> で今つゆちゃんが妹がいるっつったのに初めてだよね言ったのつゆちゃんの背景は全然分からんのよ内通者のこと考えたんだけどいや 疑いたくはないよ疑いたくはないけどつゆちゃんちょっと怪しくないなんか一番ありそうな気はするんだよね。香田くんも佐藤くんもさ、まあ、そあんまりね言われてないけどあーでも香田くん香田くんはあれかお母さんいたな。うん他のみんな考えたんだけどさ1の A だとしたらつゆちゃんが一番あると思う。 まあ、普通かもしくは、まあ B 組ってのも考えられるけど、誰なんだろう。まあでも誰であっても、あの、最初から、あの、せいはしないよ。なんかきっと理由があるんだよ。これ、今のは翼のヒーローかなエンデバーと一緒にいたの。4期ももう残り2話ですね。一応、あの、オリジナルアニメあたりは、 えっ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 、ええ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 、あんなくちゃみすんだ <laughs> かわいいなとかゆみくんあそうだね九州行ってたよね 早すぎるうんあんああああああ,あラクドールワイルドワイルドプッシーキャッツトラピクシーボブえどうなったの今個性って出てたよねサーチええ、その後どうなのよなんとかなったん いや何だとは思えんな <laughs> トラ普通の格好してると変だなああこうたくんお久しぶりああ <laughs> いやほんとありがとねおかげさまで 光沢くんめっちゃ可愛くなったな。ねラグドールは復帰え戻ったのああ。返せよ。 じゃあ返せよ。あー。そうだよね。うん、それは考えた。何されてもおかしくない。絶対脱出はするだろうね、そんなチャンスがあったら。 歯がゆいえそこまでは考えたよ。そりゃそうだろうなと思ったよ。なんか奪える能力ない、うん、オールマイトエンデバー。で、めちゃめちゃ変動があったんだよね。あ !3 位か ああ、そんだけ厳しいんだね、本来は。ああ、ラグドール。いやでもまた見れてよかったよ。 誇れる父親ね、まあ、もしかしたら落ちるってことも考えられるよねでそっからまた頑張るっていう,うでも「オールマイト」はこうもうなんかこう永久欠番的でいてほしいわ <laughs> うん、琉球なんじゃこりゃ鎧無じゃまんまだなちょっとこいつの戦い見たいなかっこいいな洗濯機洗濯ヒーロー何これ <laughs> 愛されてるってことかああすごいじゃん同じチームだもんねあでもマウントレディーはランクインしないんだ <laughs> あ二十三あ23位森林カムイ相当頑張ったんだな <laughs> クラスト あ、あ、そういうことかオールマイトなあ出たラビットヒーローミルコおえっとなんだっけあいじショット <laughs> <laughs> あのバーでね活躍してチーム組んでんだよねうんまあ注目度がね上がってんだろうね おベストジーニスト回復したんかうんうんよかったよかったリハビリ中なんだねホークスおおお なんかかっこええやんエンデバー超なんか男らしいぞ1位か、うん、象徴ね <laughs> エンデヴァーの決意が引けるかな何を目指すんだろうヒーローだねーうんうんうんシールドヒーローね今後も活躍してくれそうだねこのランクインした、まあ、洗濯機以外は <laughs> 一応戦いもするんだろうけどい。<laughs> あいつ喋れないのゆるキャラかなうんうんみんなキャラ強いねいいねエッジショット こいつの個性すごいよね。ど,どうしたん？<laughs> しらけちゃったよ、うん。うん、もうすでに好きだけどねこいつ。 おナチュラルに飛ぶやん、うん、やること変える、うん、おーおー。 これを受けてエンデヴァーが何を言う ?22 歳すごい活躍とカリスマと実力があるんだまあ実力が伴ってるからね何とも言えんよね <laughs> やかましいわ <laughs> さあどうするエンデバー今食われてるぞなんかもうワインぞみたいなのいるけどいやいやそんなもんぶっ飛ばすよエンデバーは平和の象徴とはなんだいやーこの言葉重かったよね これから見せるってことやなでショートもねそしてオールマイトもあっ一応怒るんだ <laughs> いやいやあいやかっこよかったよ こいつの心がまだ分からんけどね、うん、グレートフルヒーローねうんここにデクがすぐ食い込むとも思えんよね読みづらい男やな えへ<お> <laughs> そんな下ほか <laughs> の者のへ謝罪まで言うえ地元あノームまだいんのどうやって作んのだってオールフォーはいんの 何,何あ,あ,あ,ありエンとえな何新型は誰お前ほう「異能解放戦線」なんか前あったねそんな話が。 おおおいおいおい、なななな,な、何を解放してんだお前は恥ずかしてる恥なんじゃそりゃ恥ずかしいと思ってんのかお前ああれ真面目に分析師匠としたてた自分が恥ずかしいわ <laughs> どんだけ強くなるなるとか おおナチュラルに解決すんのねーもうあ,あ基本飛ぶんだわーヒーローだねーあっ地域みちゃく愛されてんだ確かに1位って感じじゃないねうん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  世界にでっかくというよりはみんなに愛されるヒーローか <laughs> まあエンデヴァはそうよねこれが今後どう変わるかおおマジか え、違う違うのあっめんどくせえオタクやなー <laughs> ええー、そんなーなあ稲沢喜ぶよ <laughs> まあこういうこともいっぱいあるわなファンはいっぱいだから <laughs> でばもう。 いいね焼き鳥ねえエンデバーがめっちゃかっこいいんだけど今回ああショートね <laughs> やがましいわ。 何にもタブーって感じがないね、こいつにはね。何でも言っちゃうんだ。うん、まあ、頭いいんだろうな。噂の件。あ、ノームね。怪人。そう書くんだ。うん。他にも工場があった。ジニストこれ以来だもんね。 おオールフォーさん <laughs> うん。<laughs> いやでも信じるに値する噂なんでしょ ておくにはあまりにも多すぎるむしろウィラン側が伝えようとしてる全国飛び回れんのお前すごいね機動力半端じゃないんだ の解放戦線ねやっぱ今後ヴィラン連合以外にも何派とか出てくるかもね。さらにヴィランの時代が来る いいじゃんおおいいじゃん <laughs> なるほどねまあうまいことやってくれそうやまあ相性はいいよねありがたいありがたいエンデバーはまあ決意したところでまあ不器用だからな <laughs> うんいい男じゃん何なん何えな何か来たあえおーノームだ情報をどっかから掴んでたんだ焼き尽くせるこのノームが一番強いの 他にもい,いのかなおおー超高温であれば焼き尽くせてだよね炭化すればオッケーっておおえっ、ー、まさかちょっとえエンデバー戦うのだってもうあと1話だよね24話だもんね次で最後やろ ええー、まさかのラストバトル。<laughs> 見せてくれるんかエンデバーまあ、これまで見せたのは全部じゃないだろうね。今の技も。他にもいろいろあるんだろうな。まあ、ナンバーワンだし、いただきに至るために、まあ、自分の能力は極めたんだろうから。まあ、でも、空に、まあ、でも上もあるんだろうね、今後。今さ、頂点があオールマイトだったじゃん。 そこに至ったんだというよりは、かけちゃったわけじゃん。で、こう、繰り上げって感じ。だから、さらに、もう新しいだたきを作る勢いでもう、ゲンガード決めつけていたけれども、さらに俺には上があるみたいな感じで、こう、<laughs> エンデバーがプルスウルトラするところが見たいのよね。新たな象徴として。何の象徴かまだ分からんけど。 <laughs> でこのエンデヴァ今回エンデバーの作画めっちゃ良かったねでちょっと今までと若干系統が変わったかもしれないねなんかこう可愛いくなった <laughs> で結局焼けた写真のことをやるんかな次でエンデバー会だと思うんだけどはい次回予告新たなノームうえ何これ 再生能力ね虎の子なのこれがおっああエンデバーを見るおおまさに世界が見るんだあショートもマジか <laughs> うわ,うわあとこうまったり終わって、まあ、4期に続くんですね、はい、楽しみですねみたいなあ5期に続くんですねみたいなことを言おうかなと思ったんだけど <laughs> わあまさかのエンデバー界でショートが見るんだねあ次のサムネ見ちゃったあやっぱショートだねさっきのうんーじゃあこれをきっかけに世間の、えー、エンデバーに対する見方がきっと変わるんだね 新たなこう時代の始まりっていうまあ、ヴィランの時代も始まっているけれどもヒーローもここで見せつける俺を見せる <laughs> うわいいな <laughs> ま楽しみやなじゃあ次ねあのエンデバーの活躍を楽しみたいと思いますはいというわけで、えー、今日のカズマックスナイの質でございましたまた次回第88話「始まりの」でお会いしましょうじゃあね